醤油2逮捕 MM ランクの,のです、えー、ちょっとね、速報で今、えー、動画上げてるんですけれどもね、えー、ちょっと僕もびっくりして、まあ、もうね、ブレイキングダウンの選手が、まあ、こういう逮捕されるっていうのはもうね、慣れたんですけど、さすがに結構最近試合したばっかの,あの選手、醤油2機がね、えー、逮捕されたっていうことでね、えーまあ、またこれでまたブレイキングダウン叩きがすごい始まってくると思うんですけれどもね、えー、こちらね、自称インフルエンサー醤油2機を 障害容疑で逮捕、男子大学生の顔面殴り、けがさせた疑いということでね、ちょっとびっくりしたのが、面識のない男子大学生の顔面を殴るなど、けがを負わせたとして、大,森府大阪府森,森口市の自称インフルエンサーの男が逮捕されたと。これ、なんで大体みんなこう自称インフルエンサーって言うんでしょうね、これね。で障害日記で逮捕されたのは、醤油日ゆこと、家村良介容疑者27歳とで。警察によりますと、家村容疑者は今年五5月8日の午前5時半ごろ、 あれこれブレイキングダウン出る前ですね、えーま、レーこの後確かブレイキングダウンで試合してましたよね、えー、京都市中京区の駐車場で男子大学生の顔面や頭を素手で複数回殴って、で頭突きを加えたりして怪我をさせた疑いが持たれているとで。家村容疑者がクラブで女性2人組に声をしつこくかけたところ、女性が知人の男子大学生に助けを求めて連絡し、 駆けつけた大学生と家村容疑者がトラブルになったということ。で、家村容疑者は容疑を認めていると。で、家村容疑者は、醤油うゆ2機や、えー、大山田良太郎の活動名で、YouTube などで活躍していて、有名格闘技面でブレイキングダウンなどに出場していたと。これね、ナンパして、で、その嫌がった女の子が、大学生に助け求めて、その大学生をやっちゃったっていうことでね、ちょっとこれは、弁解の余地ないとか、その、 全く助けようもないぐらい、えー、最悪なことをしてくれましたね。で、これでまあ、ブレイキングダウン次もまあ、これで飛ぶ出られなくなるでしょうし、まあ、これでね、起訴されて、また、あの、悟るみたいに、また頭丸めて、また戻ってきて、すいませんっつって、で、またね、次、また一からやり直すって出るかもしれないんですけど、もうなんかね、いよいよ驚くな、驚かなくなってきたな、なんか、オーディションでガーって、こう、自制心外して、 あの自分のねあのスイッチをねあの解除してガーって殴りに行くやつっていうのはやっぱりねこういうことをやるんだなってねまざまざともう本当にこれ何回目だよって話ですけれどもねちょっと、えー、今初速報でねしょう2機のことを挙げさせてもらいますまたちょっとねこちら続報がありましたらね他の朝倉みぐるみはね、えー、これに関してこういったとか。 また他のブレーキングダウンの選手はこれに関してまた行ったら、またちょっとね、続報で挙げさせてもらいますのでね、登録してえ見逃さないようにしていただければと思います。では、ちょっと最後までご視聴いただき、ありがとうございました。